ジョージ・クルック、ジョージ・クルック、1828年9月8日から1890年3月21日は、アメリカ陸軍の職業軍人であり、南北戦争とインディアン戦争での結出した、働きで最も著名である。クルックは、オハイオ州テイラーズビル、京のデートン近くに近い農園で、トマスとエリザベスマシューズ・クルック夫妻の息子として、生まれた、連邦議員。 ロバート・シェンクに陸軍士官学校入学を指名され、1852年に卒業したが、成績は同期の再開近くだった。名誉将尉として、第四はアメリカ不評連帯配属となり、1852年から1861年までカリフォルニア州で勤務した。オレゴン州やカリフォルニア北部で勤め、いくつかの先住民種族と戦った。 1857年のピットガーン生隊を率い、いくつかの戦闘の一つで、インディアンの矢で重傷を負った。現在のカリフォルニア州クラマスにターワー取リ出を築いた。1856年に、中尉、1860年に大尉に昇進した。1861年に、東部勤務を命ぜられ、第36オハイオシガンフ評連隊の大佐になった。クルックは、 バージニア州出身のメアリー・タップ・スコット・デイリーと結婚した。南北戦争が始まると、第36オハイオ志願不評連隊の大佐に任官され、バージニア州西部でこの部隊を率いた。1862年9月7日に順勝に昇進した。メリーランド方面作戦では、カノーハ志団・ポトマック軍第9軍団に不設のオハイオ連隊から、なる一個旅団を指揮した。 サウス山の戦いやアンティータムの戦いに参戦した。部下の一人だった第23オハイオフ評連隊のラザフォードヘイズとは終生続く友情を培った。クルックは1863年9月のチカマウガの戦いでカンバーランド軍の一個騎兵士団を指揮し、その後カノーハ師団長として東部戦線に戻った。 1864年春の作戦開始にあたり、ユリシーズ・グラント中将は大将取り混ぜあらゆる前線で北軍の前進を命じた。グラントは、クルック巡将には、ウェストバージニア州チャールストンの当期宿営所に使いし、リッチモンドとテネシー州、ノックスビルや南西部とをつなぐ、主要艦船であるバージニアテネシー鉄道への攻撃を行い、バージニア州、 ソルトビルにある南軍の声援工場破壊を命じた。この時35歳のクルックはバージニア州シティポイントの軍本部に出頭し、そこでグラントが任務を直に説明した。クルックの可能発志団はチャールストンの140マイル南、ダブリンまで進軍しそこの鉄道を攻撃するよう指示された。ダブリンでは鉄道を使えなくし、南軍の軍事施設を破壊することになっていた。 続いて、数マイル東にある、ニュー川に架か,かる鉄道橋を破壊することとされた。戦闘場の破壊とともに、これらの行動が成し遂げられれば、クルック隊は東に行軍し、その間にシエナンド渓谷を南に進軍している、はずのフランツシーゲル少将の部隊と合流する、こととされた。兵士たちは何ヶ月にもわたる退屈な守備兵任務の、後で戦える準備ができていた。 クルックはその任務の性格や目標を明かさなかったが、あらゆる兵士が何か重要なことが始まろうとしている、ことをじていた。第二旅団の指揮官、ラザフォードヘイズ大佐は、すべての行動が早い行動を指し示していると、その日記に記した。1864年4月29日、カノーハシ団は、チャールストンを出て、南に向かった。クルックは、 ウィリアム・ダブリュー・アブレル巡将の部隊を西のソルトビルに派遣し、9個不評連隊、7個、騎兵連隊及び15門の大砲を、総勢約6500名を3個旅団に編成してダブリンに向けて進んだ。その春のウェストバージニア田園は美しかったが、山岳地の行軍は困難さを伴った。道は狭く急であり、春の雨のために踏みつける足が道路をぬかるみに、 変えたので速度が鈍くなった。いくつかの場所では、クルック隊の後兵が流出したところに橋を架けてから、前進しなければならなかった。部隊は5月2日に、ファイエットに到着し、その後、ローリーコートハウスやプリンストンを通過した。5月8日の夜、部隊は、ダブリンの10マイル北、シャノン橋で宿営した。ダブリンの南軍はすぐに敵が接近していることに気がついた。 その指揮官、ジョン・マコーズランド大佐は、その1,100名の部隊の撤退に備えたが、輸送手段が到着する前に、アルバート・ジジェンキンス巡将からの伝令が二人の部隊で、クルック隊の進軍を止めるよう、ジョン・ブレッキンリッシ将軍から命令されたと伝えた。ジェンキンスとマコーズランドの連合部隊は2,400名になった。上級士官であるジェンキンスが指揮を取った。 クルックは5月9日の朝に宿泳を畳むと、南の黒伊豆山の三脚頂上に舞台を移動させた。北軍の前には険しい深い森の斜面と底部の広さが400ヤードの牧草地があった。牧草地の向かい側はもう一つの三脚がせり上がっており、そこに旧後白への防災の背後でジェンキンス隊が待ち構えていた。クルックはカービーホワイト大佐の 第3旅団を森を抜けて、敵軍右へ、側面攻撃をかけるよう派遣した。午前11時、ヘイズの第1旅団と保冷所持シッケルの第2旅団に、斜面を降りて、牧草地の橋で移動させ、そこで、ホワイト旅団の銃声を聞けば、すぐに、南軍に、正面攻撃をかけるよう命じた。前の斜面は体操級だったので士官たちは馬を、降り徒歩で降りなければならなかった。 クルックは攻撃を先導するはずのヘイズの旅団と共に行動した。長く心配な待ち時間の後で、ヘイズはついにその作法で砲声を聞き、兵士を率いて牧草地をゆるり進み出て、南軍のマスケット銃や大砲の砲火の中に進んだ。クルックはそれをゴーリング、苛立たせると呼んだ。その速度は敵陣に近づくにつれて、速くなったが、上り坂に差し掛かる、すぐ前に、 腰の深さの大川に出くわした。この障害では、ほとんど遅れることもなく、北軍の不評は丘に駆け上がり南軍防衛兵に接近戦を挑んだ。この大川で問題に直面したのは、クルック将軍ただ一人だった。クルックは、馬から降りて、まだ乗外用の高い長靴を履いており、流れに踏み込んだ時に、長靴が水で満たされ潜り込んだ。 近くにいた兵士が指揮官の腕を掴んで向こう岸へ引き上げた。北軍兵が荒削りの南軍防衛兵に接近すると荒々しい白兵戦が起こった。南部兵は追い込まれ再結集を図ろうとして、再度突破されて、丘を越えて、ダブリンの方向へ撤退した。北軍兵は数百の南軍兵を取り囲んで捕虜にし、負傷して倒れていたジェンキンス将軍も捕獲した。 この時点で北軍の規律が動揺し、逃亡する敵兵を組織的に追撃できなかった。クルックは興奮と激しい行動のために気を失ってしまい指揮力を発揮できなかった。ヘイズ大佐は冷静さを保ち、戦勝の場にたむろする兵士の中から約500名を編成した。この即席の舞台でヘイズは南軍兵のすぐ後を追いかけた。 クロイズさんの戦いが続いている間に、ダブリン駅に列車が入り、ソルトビルで、あぶれる隊を破ってきたばかりの、ジョン・ハント・モーガン将軍の新鮮な騎兵隊500名を、吐き出した。この新着部隊が、戦場に急行し、クロイズさんから撤退してくる領有にあった。この遠兵が改造を止めたが、ヘイズ大佐は前に現れた部隊の勢力を知らぬままに、即座に、部隊兵に、 悪魔のように叫べと命じ、敵兵に突入させた。数分の間に、クルック将軍が、師団の残りを連れて到着し、南軍は、敗れて逃走した。黒伊豆山では北軍に六百八十八名の損失を出し、南軍は五百八十三名が戦死、負傷及び捕虜となった。クルックは抵抗もなく、ダブリンにその部隊を移動させ、鉄道や軍事補給所を破壊した。 一体は東方に派遣して、線路を剥がし枕木を燃やさせた。翌朝主力部隊は次の目的地、数マイル東で鉄道の重要な地点ニュー橋に出発した。この時マコーズランド大佐が指揮していた南軍は橋を守るためにニューの東岸で待機した。クルック師団は西岸で停止し、長い無益な砲撃戦が続いた。クルックは、 南軍の大砲からの危険性がほとんどないことを見て、取り、橋の破壊を命じた。両軍は、橋の構造が川に落ちていく雄大な眺めを池への、念で眺めていた。マコーズランドはそれ以上北軍に抵抗する資源も、なかったのでそのボロボロになった部隊を東方に、退かせた。クルック将軍は、大きな略奪をしようにも適していない地帯で物資が、乏しくなっており、 二つ目の命令である東のシェナンド渓谷に向かってシーゲル隊と合流することに思い至った。ダブリンではロバート・イーリー将軍が荒野の戦いでグラント軍をひどく打ちのめしたという不確実な報告を傍受し、南軍の指揮官がはるかに優勢な敵軍を持ってクルック隊にすぐにでも迫っているのではないかと考えるようになった。クルックは バージニアテネシー鉄道を破壊するという主要な任務の部分を完遂していたので、その部隊を北に向かわせ、骨の折れる行軍の後で、ウェストバージニア州ミード・オブラフの軍基地に到着した。その年の8月、クルックはウェストバージニア方面軍を指揮し、その部隊はフィリップ・シェリダン少将のシェナンド軍に属した。クルックは1864年の バレー方面作戦にその軍団を引き、オペクオンの戦い、第三次、ウィンチェスターの戦い、フィッシャーズヒルの戦い及びシーダークリークの戦いに参戦した。10月21日、クルックは志願兵の少将に昇進した。1865年2月、クルック将軍はメリーランド州カンバーランドで南軍の襲撃隊に捕まり、 一ヶ月後の捕虜交換までリッチモンドで戦争捕虜になっていた。その後、アポマトックス方面作戦ではポトマック軍の一国騎兵士団を指揮した。南北戦争が終わった時、クルック将軍は正規軍の少将に名誉昇進したが、高級的階級として中佐に戻され、第23不評連隊と共に太平洋岸北西部で返境任務に就いた。 パイユートインディアンに対する作戦を実行し、そのことでユリシーズ・グラント大統領に認められた。グラントはクルックをアリゾナ順州の指揮官に据えた。クルックはアパッチ族の石膏を使ってクーチシュ州長が率いるアパッチ族インディアンを居留地に移動させることに成功した。1872年、アリゾナ順州が平和になり、クルックは正規軍の順将に指名されたが、 この昇進は将軍への昇進を待っていた幾人かの大佐たちに超えるものであり彼らを怒らせることになった。クルックは1876年から1877年にかけての大数族戦争で数族と戦った。ローズバットの戦いでラコタ族と戦った。1875年から1882年はネブラスカ州ノースオマハにある。 オマーハトリデを本部とするプラット方面軍の指揮官となった。この期間の1879年、スタンディングベア対クルック事件の裁判で、ポン家族や先住の権利のために発言した。この年に、クルックの家、現在はクルック将軍の家と呼ばれているものが完成した。1882年までにクルックはアリゾナでの指揮に戻った。アパッチ族が、 ジェロニモ州長の指揮のもとにアメリカ陸軍に対して再び武器を取っていた。クルックは何度もアパッチ族を降伏させようとしたが、ジェロニモは逃亡した。アパッチ族は尊敬の印として、クルックにナンタンルパンとあだ名をつけたが、これは灰色の狐を意味していた。ネルソン・エイ・マイルズがクルックに代わってアリゾナの指揮を取り、アパッチ戦争を終わらせた。この時マイルズは、 ジェロにも、チリカーワーバッチ族及びアメリカ陸軍に使えるチリカーワ族の石膏をフロリダ州に追放させた。クルックは自分たちの種族に反抗して誠実にアメリカ軍にした石膏たちが同じように扱われたことを怒りショックを受けてワシントンに多くの抗議文を電報で送った。クルックはインディアン戦争で長い観作戦に関わった後、 しっかりと高級的少将の階級に昇進し、グロバー、クリーブランド大統領は1888年にクルックをミズーリ軍事地区軍指揮官に据えた。クルックは1886年から1888年までオマハで再びプラット方面軍指揮官を務めた。クルックがそこにいる間、画家のハーバート・エ・コリンズがクルックの肖像画を描いた。 クルックは、その晩年、以前は敵対者であったインディアンの不公正な待遇について発言した。クルックは、シカゴでミズーリー地区軍の指揮官を務めている時に休止した。当初はメリーランド州オークランドに埋葬されたが、1898年11月11日にアーリントン国立墓地第二地区に移された。オグララダコタ族、数族戦争指導者のレッドクラウドは、 クルックが死んだ時に彼は少なくとも我々に嘘をついたことはなかった。彼の言葉は我々に希望を与えた。と語った。ワイオミング州クルック軍とオレゴン州のクルック軍、及びコロラド州クルック町はジョージ・クルックにちなんで名付けられ、アーリントン国立墓地のクルック歩道はジョージ・クルックの墓所金にある。ワーナー山脈にあるレークカウンティオレゴンのクルック本。 標高7834フィートは、クルックにちなんで名付けられた。この峰は、バイユート族インディアンを屈服させるために、クルックが築いたキャンプワーナー、1867年から1874年の近くにある。クルックトリデ、1857年から1869年は、カリフォルニア州クレンバーン近くのアメリカ軍基地であり、インディアン戦争の間に使われ、 あとに、南北戦争の時には、サンフランシスコの防衛に使われた。当時クルックがそこで負傷し回復したので、第一流騎兵隊ジョン・ W.T. ガーディナー隊員が、クルック中尉のために名付けた。カリフォルニア州の歴史標識355号は、シャスタ軍のその地にある。クルックトリで、1890年から1946年は、ネブラスカ州。 ベルビューのアメリカ軍補給所であり、当初は、クレートプレーンズにおける単インディアン紛争のための派遣所として使われ、後に、アメリカ陸軍航空隊、第61機球中隊の基地となった。そこは西部における単インディアン作戦で、多くの成功を収めたクルック巡将にちなんで、名付けられた。クルックトリデと呼ばれた、この場所は現在ネブラスカ州、オファット空軍基地の一部になっている。 第一騎兵士団第三旅団連帯戦闘団は、クルックにちなんで、クレーウルフ、灰色の狼というあだ名があるが、これは、クルックにアパッチ族がつけた、灰色の狐が奇妙に変化したものでや。ここにの国立森林にある林道三百号は、クルック将軍の道と名付けられ、クルック将軍が、中央アリゾナでベルデトリデからホイップルトリデまで、目印をつけた道の一部となっている。 クルックの親友で、北軍時代の領友、ラザフォード・ヘイズ大統領はその上官に敬意を表して、息子の一人に、ジョージ・クルック・ヘイズと名付けた。ネブラスカ州オマハのオマハトリデにある、クルック将軍の家もクルックにちなんで名付けられたもので、あり、クルックはそこに住んだ、唯一のプラット方面軍指揮官である。テレビのシリーズもの、デッドウッドの中でクルックは、ピーター・コヨーテが演じている。 1993年の映画ジェロニモアメリカの伝説ではジーン・ハックマンが演じた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。